それでは知事よろしくお願いいたします。はい、私から2点コメントをさせていただきます。1点目がこの7月の大雨で被災をされました出雲市の日の岬地区の観光応援キャンペーンの開始についてであります。出雲市この日の岬地区においてこの観光、夏に失われたこの観光のこのお客さんの回復を図るという観点から11月1日からこの出雲日の岬観光応援キャンペーンを実施をいたします。内容は2点ございまして、1点目がお宿で特典であります。期間中に宿泊されたお客様に対しまして1人1泊3000円の宿泊割引を行います。2点目が対象施設の飲食、土産物などに使えるクーポン券、日の岬町歩きクーポンの発行であります。額面1500円分のクーポンを、1000円で購入をしていただけるという内容でございます。このクーポン券は日の岬ビジターセンター、神門通り観光案内所、出雲市市駅の隣のこの観光案内所に以外にその他にですね、出雲市は 4カ所で販売予定であります。キャンペーン初日の11月1日にはこの日の岬ビジターセンター周辺におきましてオープニングイベントを開催をし、島根こと私も参加をさせていただく予定であります。こういったキャンペーンを利用してこの県内内外の方々にこの秋冬のこの日の岬に訪れていただくことを期待しているところでございます。そして2点目が本県と鳥取県との連携によりますワークライフバランスキャンペーンであります。令和元年度から両県で実施しておりますこのワークライフバランスキャンペーンをこの来月の11月2ヶ月間集中的に実施をいたします。今年もテレビ CM やウェブ広告などを通じて家事分担を考えるきっかけとしてもらい、男性の家事、育児、介護への参加を当然自然のこととして捉え、実践をしていただく社会機運を醸成していきたいと考えているところでございます。島根県におきましては子育てをしながら働かれている女性の割合が全国で、も高い一方で、6歳未満の子どものいるご夫婦の夫の家事育児時間は妻の3分の1という調査結果となっておりまして、現状はこの家事育児の負担が女性に偏っているという現状にございます。このキャンペーンの期間中におきましては社員のこの家庭と仕事の両立、また男性の育児休暇取得の促進に取り組む企業を紹介する番組放映も予定をいたしておりまして、様々な媒体を通じて情報発信をしていきたいと考えております。11月19日がいい育児の日、11月22日がいい夫婦の日、そして11月23日が勤労感謝の日がございます。県民の皆さんがワークライフバランスのについて考えていただく、また行動のきっかけにしていただく月間として、鳥取市内両県で連携して取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。私からのコメントご案内は2点であります。それではご質問を受けしますので挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。山頂新報社の原です。よろしくお願いします。冒頭のコメントであった日の岬 の観光支援の関係でお尋ねします。県さんとしては当初閑散期で の利用開始というところで、12月から3月で のクーポン発券というところをおっしゃったと思うんですけど、それを1ヶ月前倒しして、11月からの実施というところですけども、この理由を教えていただけますでしょうか。地元がそういうふうに要望されたからです。最初に閑散期と言われたのは地元、閑散期じゃなくてそして早めにしてほしいと言われたのは地元の皆さんのご要望を受けて対応しているということです。分かりました。島根原発の関連でお尋ねします。はい、中国電力さんが、島根原発2号機 の原子炉に核燃料を入れる燃料倉庫を、今月28日から開始すると発表されました。安全対策工事もほぼ終わって、再稼働がいよいよ現実味を帯びてきましたが、この点の受け止めをお願いします。まあ、あの
ニューヨークの再稼働までには、この、当然燃料総価というのは大きな節目だというふうに思いますけれども、その総価の後にもですね、設備機器の点検検査というものはまだまだ残っておりますので、引き続き、スケジュールありきではなく、一つ一つの手順にもし問題があれば、その手直しをしていくと、十分な時間を取ってやっていくということで、安全を最優先に進めてもらう必要があると考えておりまして、このことを繰り返し求めていっているところでございます。県としては、引き続き中国電力が安全にこの島根原発を運転するように、その動向をきちんと見ていきたいというふうに考えております。昨日は、原子力規制委員会で、特定重大事故等対処施設の審査合格も決まりました。で、島根県は明日、中電から報告を受ける予定で、今後は安全協定に基づく、地元同意が、焦点になってくるかと思います。で、テロ対策施設というところで、非公開情報も多いですけども、知事は、判断するにあたって、今後どのようなプロセスを踏まれるのでしょうか。まず、中国電力から話を聞く。そして関係の自治体、そして、安全対策協議会、また原子力安全顧問などの意見をいただいて、そういった内容も含めて県議会にお示しをし、県議会のご意見もいただいた上で、県知事としての判断をしていくという 大枠であります。一方で、今年度は原発構内で2件の火災が発生して、これも島根県さんの昨日安全協定に基づく立ち入り調査が行われました。でやっぱり県民からすると、不適切事案を繰り返す中で原発を安全に動かすことができるのかという懸念も残ってますが、その火災などへ その再発防止策は十分に取られたとお考えでしょうか。昨日も現地の立ち入り調査を行ったところであります。で、当然この調査結果につきましては、この島根県 松江市、そして鳥取県が1ヶ月をめどに公表する考えでございますけれども、調査結果を踏まえて、すでに示されている、すでに示されている原因究明とこの再発防止策の徹底を求めて、当然実施してもらうということとともに、この調査の中で気づいた点があれば、それを指摘して、改善を求めていくという考えであります。来月には、原子力防災訓練が予定されていて、その避難計画に実効性があるかどうか、避難が円滑に進むかどうかというところで、県民の大きな関心事だと思います。再稼働前の最後の訓練をどのように取り組まれるか、また何を意識をするのかというところがあれば教えてください。再稼働前の訓練だからといって特別なことをやるわけではありません。これまで前年までにやってきたことの改善、そして、新たな要素を加えていくということを繰り返してますので、今年のこの訓練の中で、確認すべき事項、また昨年を踏まえて改良をした事項がうまくいくのかどうかということを確認をして、問題があれば、それを改善していくという訓練というのはそういうものなので、そういう対応をしていきたいというふうに考えております。ありがとうございました。はい、すいません、 NHK の曽田と申します。原発の関連で重ねてお伺いしたいんですけれども、先日のところで原子力規制委員会のところから屋内退避の目安が3日間だというところで中間の取りまとめがあったんですけれども、島根県としてもその避難計画の中に屋内退避というのは一つ要素として入っているかと思うんですけれども、規制委員会の方でもこの中間取りまとめを周辺自治体からまた意見を募るというような話もあるんですけれども、島根県としてこの目安が示されたということに対しての受け止めと、何かこの先意見を提出されるようなご予定はあるかどうかお伺いしたいです。まず先週18日にこの中間まとめという形で公表されておりますけれども、
今のその内容を担当部、まあ、防災部の方で詳細に確認しているところでありまして、意見紹介が意見紹介に対して言うべきことがあれば言っていきたいというふうに考えておりますけれども、今段階で県知事としてあれこれというふうに具体的にコメントすることを認識しているわけではありませんので、担当部からの報告をお待ちしたいというふうに思っています。火災定員なんですけれども、その中取りまとめ意見ですとかを、例えばこの何月までに伝えたいというのは、めどがもし終わりでしたら教えていただきたいです。いや、多分意見紹介自体に期限が区切られていると思いますので、まあ、それまでに出すということになるかと思います。多分意見紹介は多分期限が区切られていると思います。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、共同通信の鈴木と申します。昨日、衆院選の島根一区から立候補している高貝さんの演説会に知事も出席されていたと思うんですけど、はい、出席された理由についてお伺いしてもよろしいでしょうか。まあ今の、衆院選の状況を見て、やはり私自身は、自民党総裁選、そして立憲民主党の代表選挙、この間、秋以降、拝見してまいりましたけれども、やはり大都市と地方の格差、地方の厳しさということを正面から捉えて、その是正に取り組む必要があるということを、主要政策として捉えて、訴えておられたのは、石破総理だけだったと私は認識してまして、そういった取り組みというのは島根県、鳥取県のような一番厳しい地域にとって、非常に大事な公明だというふうに思っています。で、そういった意味で石破内閣にそういった政策を力強く進めてもらえる必要があると、そうしてもらいたいという思いがありましたので、そういうことを自分なりに、そういうことのために、自分なりにどういうことができるかということを、できる範囲で、やってみようと思うことで、と思って、昨日そういう機会がありましたんで、事実上は自民党の支持者の方々に対する、集まっておられる会員でいるという形でありますので、候補者の優劣を私自身が判断をして、表明するということを、いわゆるその街頭で、そういうことをするということではなくて、自民党支持者の方々に、お願いするということであれば、許容されるのではないかと考えて、そういった対応を昨日させていただいたということであります。ありがとうございます。はい、どうぞ。時事通信の勝又です。よろしくお願いします。はい、衆院選全体についてお聞きしたいんですけども、はい、前回の会見でそれぞれの政党が提示する政策の違いに基づく議論の展開が望ましく、日を追って政策議論になることを期待しているというご発言があったかと思います。今選挙戦終盤になってますけども、この政策論争について今現在どうご覧になっているでしょうか。政策論争になってる感じじゃないですよね。政治と金の問題が昨日の報道も含めて、終始そこがクローズアップされるという展開になっていると、そこは客観的な事実としてはそうだというふうに思います。ただなぜそれがクローズアップされるかというのは、やはり有権者の関心じゃないか、経済だったり生活暮らしっていうところに非常に関心があるというふうに出てますよね。それはやっぱりそういうその国民全体が厳しい環境、生活環境、その家計とか事業とかっていうものが厳しい中で、国政に携わる方の一部が
この政治資金という無税の資金の扱いを、まあ、法に示す、求められているその収支、まあのまあ、あの政治資金収支報告書への計上ということをしていないと、お金の話を、まあ、つまびらかにしてなかったということを、あの、まあ、厳しく評価せざるを得ないということだと思いますので、私はあの、暮らし生活景気みたいなところとその今回の政治資金の問題が私はつながっていると思っているので、そういった意味ではこの暮らしの厳しさを何とかしなきゃいけないという中で、まあ、その何とかしなきゃいけないほど厳しくなっている中でなんてことをしているんだということになっているので、まあ、そういう意味ではそういう政策、そういう政策が求められているというのは、選挙の頭からずっと今まで変わってないと思いますので、ただ、そういうところの基調をきちんと踏まえて、まあ、政策を訴えられるべきだ、つまり、年々生活が苦しくなっているという状況を、どういったことをその政治の世界、政治でできることとしてやっていくのかということを具体的に提示をしていく。まあ、先生も申し上げましたけど、最低賃金1500円は、それは望ましい姿だけど、それは一体どうやって実現できるようにするんですかということが問われているんであって、まあ、最低賃金2000円ということだってできますよ、それは。1500円がいいし、1500円よりも2000円がいいけど、問題は、これまででも1000円に上げていくことで、ところでもアップアップだったのに、それをさらに1500円に上げるっていうのは、一体いかなる方策を持って中小企業がそういうことをできるっていう状況に持っていくのかというふうなこと、まあそういうことなんですよ。だから暮らしを豊かにしていくということを一体政策、政治としてどういうツールを通じてどういうことをやってどれだけの財政資金を使ってやっていくのか、それがもしや、ね、後々増税とかで返ってくるような形なのかということを含めて、やっぱり私は国民民主党さんが勢いがあると言われているのは、それは手取りを増やすという話と、具体論としても178万円までその年収の壁103万円を改正していくと、広げていくと、この間ずっと放置されて103万円で放置されていたところを直していくんだと、具体策を持って提示されているというところが評価されているんだと私は思いますし、まあ、やっぱりそういうことをやることがやっぱり国民の皆さんの評価につながっていい結果を生み出すという例はあるので、まあ、やっぱりそういう訴えを、まあ、この最終盤でできるかどうかってなかなか難しいかもしれませんが、やはり政策を国民は評価、政治と金の問題にだけに目がいっているというのは非常に短絡的で、暮らし向きをどういうふうに直していってくれるのか、その国民のそういう期待にどういうふうに応えようとしているのか、まあ、もう一つはまあ、普通の国民の暮らし向きがどれだけ苦しいかということを候補者が理解してくれているのか、それが多分裏金問題という、まあ、いわゆる裏金問題の多分大元だと思います。政治金がかかるんだ、何百万とか、まあ、1000万とか2000万とか、まあ、仕方ないでしょというふうに言ってしまう感性というのは、やっぱりなかなか理解してもらえない。国民がそういう人たちが、我々 国民の普通の国民の皆さんが我々の暮らし向きをよく理解して、政治に取り組んでくれる人 だよねというふうに思うのは難しいと思うんですよね。だから裏金問題とかっていうところっていうのは、そういう自分たちの暮らし向きの厳しさを切実に感じてくれていて、その是正に向けて取り組んでくれる人なのかどうかっていう意味での一つのリトマス試験紙になっちゃってる。
真摯に反省しているのかどうかということをやっぱり厳しく有権者がこう 見られるっていうふうになってるっていうことじゃないかなと、まあ、すみません、私は選挙戦に入ってないんですけど、まあ、報道で見る限り、私はなんか政治家の問題だけに終始してるっていうよりは、そういった意味での政治家、国会議員としての資質をそういうこのことを通じてチェックされる、そういう厳しい経済環境に国民の皆さんが置かれてるっていうふうに捉えるのが正しいのかなっていうふうに雑な分析をしています。ありがとうございます。もう一点、自民党本部が昨日の報道ということなんですけど、自民党本部が派閥裏金事件で非公認とした衆院選の候補の党支部に2000万円を支出していたということが明らかになりました。自民党は政党支部に支給し、候補者に支給したものではないというふうにしていますけれども、野党は事実上の公認などと批判をしています。政治と金の問題が争点となった今回の選挙戦で、この自民党本部の対応についてのご所感があればお願いします。なぜ、処分の追加というか、岸田政権の下で、岸田総裁の下で行われた処分に加えて、今回の総選挙にあたって、公認するかしないか、また比例名簿に搭載するかどうか、これは、私は処分というよりは選挙に臨む方針だと私はどうしようと思いますけど、選挙に、その候補者としてどういうふうに扱うかということにおいて、やっぱ非公認とか比例名簿を搭載しないっていう形で、厳しく臨むというその文脈の中で、自民党としてそういういわゆる追加の処分というのかな、追加の処分をされたっていうその説明の一連のストーリーからすると、話が違うよねっていうふうに、非公認者という非公認という形で厳しく対処する、厳しい中で、勝ち上がってもらわなきゃいけないという状況を政党として課していくっていう、コンテクストというか文脈の中で言われていたと、普通の国民は思われると思うんですけど、そういう中で公認された人と資金の提供という意味で、ちょっと形式がちょっと、公認料と活動費という組み合わせなのか、その色合いは違うけども結果的に実質的に提供される金額の水準が変わらないということが、なんか話が違うなというふうに、国民に受け止められているだろうと、それは、そういうふうに受け止める国民の皆さんが、普通だろうというふうに思いますから、やはり やられておかしくないことではないと思いますけども、やられるとしたら、やっぱりその非公認の扱いの中にそういうふうに言われてないと、報道で後で判明するという形ですと、そのこと自体を伏せていたということ、その2つ甘いんじゃないかということと伏せていたということが、やっぱりその国民の評価としてはシビアになっていく、いかざるを得ないのかなというふうに思います。ただ、党内融和とか、その選挙後の多数、選挙後にその過半数とか安定的な政権運営をしていくとか、その、党運営をしていく、政権運営をしていくために、追加公認とか、そういうことのために、そういう関係をキープしておくと。いう必要性もあるというのは、これはまた別の話だと思いますけど、そうであれば、そういうふうな、そういう非公認扱いなんだというふうに説明されておかれた方が、よかったんじゃないかと。それはそれでは甘いと言われたでしょうけども、隠していたとかっていうふうには言われなかった、その隠していたというふうな非難というのは避けられたんじゃないかと思います。ただ、それはもう、その当時、急な選挙の中で、急にこの追加の処分を決めるというプロセスの中で、バタバタ決まっていた話でしょうから、
まあ、経緯はよくわかりませんから、決められた方々の中でいろんな事情があったんだと思いますけれども、まあ、結果的にはそういうその厳しさが厳しさという意味において、なんていうか説明と実態が違っているということと、それが説明されてなかった、まあ、その2点がやっぱり大きな報道につながっているんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。事前にその非公認の扱いっていう時点で公表なりをしていれば特に整合性は取れているというお考えでしょうか。いや、それはだから非公認のやり方だから、要するにその公職選挙法上のその政見放送ができるかとか、ビラの枚数なんですけど、配れるかどうかっていうところの際に過ぎませんというふうな説明っていうのも可能だったとは思いますけど、ただそれは甘いんじゃないかというふうに最初から言われてた。いや、先生、別に何が適法違法で言うと多分別に違法なことはないでしょうから、何が正しいかっていうのはもう何が正解ではないと思いますけど、何が選挙にプラスだったかっていうのは、そう、ちょっと私は分かりませんが、結果を見ないと分からないということもあるでしょうけど、また最終盤にこの話が出てくるっていうのは、やっぱり今競われているところにとって、その最後の勢いとかっていうところでは、やっぱり、全く影響がないってわけではないですよね。分かりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、先ほどの共同通信さんの質問で確認なんですけども、知事は街頭には立たないとはいえ、自民党候補者を応援されるっていうことなんでしょうか。自民党員の皆さんに支援を呼びかけたってことですね。自民党でも自民党支持者の方に支援を呼びかけたっていうことですかね。はい、知事として応援されるっていうことではない。それは応援の意味じゃないですかね。応援の定義をどう取るかだと思いますけど、それを応援だと言われれば応援じゃないですか。それはもうご判断にお任せします。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。関連して、選挙戦終盤に、出陣式の時はどころもマイクは持たれなかったと思うんですけど、終盤にこういうそういうふうに出られたというのは、情勢を見てということでしょうか。そう、情勢を見てです。やっぱり石破総裁が選挙後にどれだけ この自分が総裁選などで示されて総裁選とか選挙戦で示されてきた地方向けの政策を実現できるかっていう意味でいくと、やっぱり支持基盤が弱い状況ではやっぱり展開が難しくなるわけですから、やっぱりこれだけこのスタート地点からいろんな厳しい要素が加わって苦戦されているっていう状況を見た上で、やはり このままでいくと石破総理が地方のためにやろうと思われていた政策を十分に実行していただく環境が悪化しているという状況を見るにつけ、やっぱりその状況を自分のできる範囲内で改善できるようなことができないかというふうに考えるに至ったということです。はい、どうぞ。朝日新聞の柿原です。今の話ですけれども、2週間前の公示前の記者会見では、特定の候補は応援しないというふうなことでした。その心境の変化があったということでしょうか。それ情勢を踏まえて、判断を変えたということです。情勢というのは、先ほどの石破総裁の苦戦が伝えられる、総理の苦戦が伝えられるという状況を見てということですでしょうか。そういう状況です。そうですね。
その他、どうぞ。すみません、日本経済新聞の田中です。民間の帝国データバンクの調査になるんですけれども、事業継続計画、BCP というやつなんですけれども、それの策定率というのが、島根県というのは、11% 程度、中四国でも一番低い数字ということなんですけれども、それに対して、当然 BCP というのを作ってなければ、何か災害があった時の、対応力とか、そういったところに問題があると思うんですけれども、その辺の、その数字に対する知事の受け止めと、どういった取り組みを、されていくべきかという、そのあたりをお聞かせいただければと思います。当然BCP の計画はあった方がいいわけなので、その率が低いっていうのは、改善が必要だと思いますけれども、ただそういうことをやる主体がもう事業者なので、事業者にそういうことが必要だという意味での啓発をしていくということじゃないかというふうに思います。そのほかご質問は、はい、どうぞ。食べたい、すみません、質問がまた1個戻って、自民党候補応援は支援を呼びかけたというくらいのところで、今後は街頭に足を運ばれることはあるんでしょうか。いや、街頭に足を運んだことはないので、基本的にない、そうですね、選挙戦入る前にないって言っておいてあったんで、そうね、女性変わるか変わるかもしれないけど、今のところ考えていません。基本的に街頭というのは避けて来てますので、街頭自体は昨日も行っていませんのでですね。その他ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。知事、よろしいですか。はい。それでは以上で知事定例記者会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。